ラ・メゾン・ド・グラシアニ神戸北野の音日です。今日は私の出身地の福井の食材を使った料理をご紹介します。今日使う食材はこちらです。こちらサバのへしこです。フレンチとか使うことってあるんですか？あんまり聞かない気はしますけど、やっぱり旨味の多い食材なんで、アンチョビの香りだったりとか、まあ、ベーコンの香りというイメージで今回は使わせていただきました。じゃあまずは、へしこのぬかを取っていきます。お腹の中にぬかを詰める発酵食品、ね、そうですね。しっかり塩漬けしてしっかりぬかを入れて、はい、まあ、そこで熟成というか、うん、なるべくこう腐敗を防ぐ昔の知恵なんじゃないですかね。小さい頃から食べられてたんですか？小さい頃家では食べてましたけど、僕は嫌いでした。それはなぜですか？やっぱり味も濃いし、このぬかの香りがやっぱり昔は苦手でしたね。で、取れましたと。じゃあ残ってるぬかをもう少しきれいに洗います。もうぬかが残ってないぐらいまできれいに洗ってあげて、しっかり洗えたんで水気を切っておきます。じゃあぬかを落としたんでさばいていきます。骨は今から何かに使われるんですか？骨は骨で旨味がたくさん出るんで、はい、ソースを作っていきます。じゃあ取ったぬかを炒めていきます。鍋に直接入れていらっしゃるんですか？鍋に直接です。もう油も何も引かず。これは火加減はどのぐらいですか？まあ、最初は冷たいんで、まあ、強火でもいいんですけど、すぐ結構焦げやすいんで、そこの鍋底にこうくっついてきたらちょっと弱火にして、どっちかというと乾燥させるぐらいのイメージでやってもらった方が、まあ、焦げず安全にできるんじゃないかなと思います。まあ、やっぱり焦げやすいんで弱火にすると30分40分ぐらいかかるかなと思います。その間ずっと今みたいな形で混ぜ続ける？まあ、できればそうですね。ちょっと忘れるとすぐ焦げちゃうんで、うちの実家ではこれをふりかけにして食べてました。こんな感じで少しずつ水分飛んできたらパラパラになってくるんで、まあ、これはもう少し火にかけておきます。じゃあソースに使う、材料を切っていきます。エシャロットとマッシュルームをできるだけ薄く切っていきます。今回のおソースは何かクラシックなこうおソースのベースみたいなものから派生させてるんですか？まあ、イメージとしてはちょっとこうバンブランとか白ワインソースみたいなイメージは作ってますけど、まあ、旨味が十分あるんで白ワイン入れたりとかお酒入れたりとかそういうことはもうせずに、もう炒めた野菜とへしこの骨とあとは魚の出汁、それをグッと煮詰めたところにクリームだけ入れてます。鍋にオリーブオイルを入れてエシャロットとマッシュルームを炒めていきます。もうサバのへしこの塩分が結構強いんで、もう塩もせずただしんなりするまで炒めていきます。じゃあここにサバの骨入れて軽く炒めて香り出します。でここに魚の出汁入れていきます。だいたい白身魚の骨を使ってるんですけど、まあ、よく使うのはタイとかですかね。タイの骨を、まあ、適当に切ってただ水に入れて沸かしただけです。
昔は野菜をいっぱい入れて炒めたりとか、まあ、骨自体も炒めて作ってたんですけど、そうすると全てにこう野菜の香りだったりバターの香りが入っちゃうんで、まあ、よりこうフラットというか逆に特徴のないヒュメを作ることによって、その先にいろんなものにこう派生させやすかった、させれるようになってきた自信がなのでできるだけこう特徴のない出汁を取るようにしてます。今日のお料理は3月6日発売の料理王国4月号に掲載されています。ぜひそちらも合わせてご覧ください。でソースのベースが煮詰まってきたんでクリームを入れていきます。で一度沸騰させて火から外してしばらく香りを出していきます。でソースの方しっかり旨味が移ったんでこれをこしていきます。今度上の部分にも旨味がたっぷり残ってるんで軽く押してこしていきます。じゃあ付け合わせのカブを作っていきます。葉っぱはまた後で使うんで取っといて、よいしょ。今回カブはどういうお考えで合わされたんですか？どうしてもへしこの旨味が強くなって、まあ、料理がくどくなってしまうんで、まあ、自然な水分というか口の中あれ流すイメージでカブをチョイスしました。ちょっとカブは繊維が硬いんでちょっと厚めに抜いていきます。で付け合わせのカブは、フライパン熱くしたところにオリーブオイル入れて表面を香ばしく焼いていきます。で油が熱くなったらカブを入れて表面を香ばしく焼いていきます。表面香ばしく焼けたんで反対側も香ばしく焼いていきます。両面香ばしく焼けたんでここに魚の出汁入れて中まで火を通していきます。大阪茶屋町のグルメスタジオフーバーで定期的に料理教室をやっているのでぜひそちらもお越しください。じゃあ株の水分飛んできたんでこれを軽く潰していきます。で、カブをフォークで潰していきます。よいしょ。まあ、少しでも食感が残ったらいいなと思うんですけど、あんまりこう大きい塊だとどうしても中の水分がちょっと多くて味が薄まっちゃうイメージなんで、まあ、味が馴染みやすいように粗めに潰しておきます。ちょっと潰すとまた水分出てくるんで軽く煮詰めます。で、カブの水分が飛んだんで盛り付けやすいように絞り袋の中に入れておきます。へしこの準備をしていきます。へしこは皮がちょっと硬いんで剥いてあげて表面を香ばしく炙ります。で表面炙っていきます。
じゃあ盛り付けていきます。じゃまずカブの潰したものを周りに引いて、半熟に茹でて殻を剥いて温めた卵を先ほどのぬかのふりかけをの中に入れて全体にまぶします。意図としては旨味をまとわせるようなイメージですね。そうですね、旨味と、まあ、卵中の方には、まあ、味がないというか塩分が入ってないんで、その塩分の補いとして周りにまとわせてあげます。で先ほど炙ったへしこを薄くそぎ切りにしていきます。で先ほど作ったソースを軽く泡立てます。泡立てたソースを周りにふんわりと流していきます。そして周りに、まあ、付け合わせにカブ使ってるんですけど、ソース流したら見えなくなっちゃうんで、カブのスライスを置いてあげます。先ほど薄くへいだへしこですね、あんまり分厚いとちょっと塩辛くなっちゃうんで、まあ、できるだけ薄く切ったものを。でちょっと食感のアクセントに焼いたバゲットを添えてあげて、これだけだと旨味が強すぎる気もするので、カブの葉っぱを、まあ、できるだけ細く切って上に散らして、まあ、フレッシュ感というか青さを少し足してあげます。これで完成です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。すごいなんかこの出てきた時に、あ、なんだろうって思いますね。あ、そうですかね、はい。まあ、卵も、ね、卵がパウダーついてるから、はい、そのままは見えないしっていうとこもありますかね。いただきます。どうぞ。割って、そうですね、作っていただくような、もう混ぜて召し上がっていただけたら。はい。おお、この下に株の、そうですね、見えないですけど一瞬すくっていただいて、うん、あ、思った以上になんかへしこがマイルドな、うん、もっとパンパンとなんかぬかっぽい感じが来るのかと思ってたんですけど、そうですね、結構あの、うん、ぬかを炒めてる時に、はい、まあ、余分な香りっていうか、はい、
まあ、味じゃない雑味じゃないですけど、うん、余分な部分を多分飛ばしてるはずなんで、うん、やっぱり行ったことによって生まれる旨味だったりとか、うん、で結構マイルドに感じてはいると思います、うん、もう旨味と塩分と、うん、はい、まあいい感じの香りと、はい、このなんかバケットの香ばしさもあのいい仕事をしてますね。そうですね、はい、まさにその通りだと思います。あ、株も株の甘みがいい感じに。そうですね、やっぱり株は、うん、まあ個人的にその焼いた方が一番株は美味しいと思ってるんで、うん、甘みも出ますし水分もちょうど蒸発するんで、はい、凝縮した甘みと、まあ、水分ですね。ペシコがフランス料理になるんですね。まあ、そうですね、まあ、特別、うん、まあ、日本の食材だったりとかフランスの食材とか、まあ、特に考えてるわけではなくて、はい、まあ、その時、まあ、思いついたもの、うん、まあ、自分の中にあるものが出てきた時に、はい、まあ、それをお皿の上に表現できるようには心がけてます。この食べる箇所ごとに違うお味が出てくるのも楽しいです。あ、いいですね。飽きず食べていただけたら。はい、今日はありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。神戸来たので季節の食材をふんだんに使って見た目にも楽しい料理を提供しています。ぜひお越しください。